アイルランドの元同国代表サッカー選手。ポジションは GK。イングランドバーミンガムにて生まれる。1976年7月にバーンディ FC でプロデビューを果たし、翌年10月にフラム FC に移籍。1981から82シーズンにフットボールリーグサードディビジョンのピエフェ年間ベストイレブンを受賞する。1984年には、 サウスエンドユナイテッド FC に短期ローンを経験している。その後フラムに復帰し、1986年まで在籍した。1986年 AFC ボーンマスに移籍。1986から87シーズンにサードディビジョンで優勝を果たし、再び FA 年間ベストイレブンを受賞。1991年エバートン FC に移籍するが短期ローンで、 ボルトン・ワンダラーズ FC、ノリジシティ FC、ブレントフォード FC、チェルシー FC を渡り歩くこととなった。1993年夏にウエストハムユナイテッド FC に移籍して1シーズン過ごした後に引退。プロ選手としてイングランドのリーグで通算600試合以上に出場した。アイルランド代表で公式戦33試合に出場した。 出場機会はなかったものの UEFA、欧州選手権1988及び 1990FIFA ワールドカップに代表の一員としてベンチ入りしている。選手引退後は指導者に転身し、主にゴールキーパーコーチを務めてきた。日本のジュビロ岩田とビッセル神戸で、それぞれ1995年から1997年、 1997年から1998年にかけてゴールキーパーコーチを務め、1998年から2シーズンスウェーデンのアイクソルナでゴールキーパーコーチを務めた。2001年から2シーズンフルスのフラム FC でジャンティガナ監督の下でゴールキーパーコーチを務め、エトウィン・ファン・デルサールラを指導した。2003年からは、 アーセナル FC のゴールキーパーコーチとして、アーセンベンゲル監督の下で、イエンス、レーマン、ウカシュ・ファビアンスキ、ボイチェフ・シチェスニー、エミリアーノ・マルティネスらを指導してきた。2018年7月14日、シミズ・エスパルスのコーチに就任。2019年5月15日にゴールキーパーコーチに配置転換され、同年6月23日に双方合意の上で契約解除となった。 2020年6月、インディアンスーパーリーグのオディシャ FC のアシスタントコーチに就任し、スチュアート・バックスター監督を補佐することとなった。2021年2月に、バックスターが解任されてペイトンが暫定監督を務めた。2021年6月1日、マタマ・アレサヌキ監督に就任したゼムノビッチ、ズドラブコの公認として、 愛用医学院高等学校サッカー部監督に就任。ありがとうございます。